日本九州地方福岡県福岡市中央区、都議会日本九州地方福岡県福岡市城南区、都議会は福岡県福岡市中央区と城南区にまたがる地域。かつての都議会村で、現行行政地名は都議会1丁目から7丁目、2丁目3丁目が南あたり人志小学校校区、中央区都議会1丁目と、城南区都議会が都議会小学校校区である。都議会低地と呼ばれるおおむね標高1から3メートルの低地となっており、全体に極めて平坦である。中央区と城南区の間を日川が南方向から西方向へとカーブし流れ、城南区の西側を流れる七熊川と城西橋付近で合流する。日川の両岸部は周辺よりやや標高が高くなっている。このため1953年、1963年、1999年、2009年の記録的大雨の際に、日川が氾濫し、浸水被害が発生しているが、その後大規模な河川浚渫改修工事が行われ、同様の大雨でも氾濫が起こる危険性は低くなっている。2017年1月1日時点の公示地価は、福岡県福岡市城南区都議会5丁目2番号の地点で300万人となっている。地区内には鉄道は通っていないが、北西の福岡市地下鉄空港線、西陣駅、南の七熊線別府駅がそれぞれ徒歩圏内である。他複数路線城南区役所町内の南部を中心に城南区役所や学校など公共施設が多く、コンビニエンスストアやスーパーマーケットも町内や隣接町内に多くある。また、城南区役所の東側に都議会5丁目商店街が形成されている。ありがとうございます。